中華製の Android ナビを買いました。エルカチャンネル。はい、エルカチャンネルの翔です。久々に車の動画を撮ろうかと思います。今乗っている N1、こちらのカーナビなんですけど、使い始めて7年ぐらい経ちます。で 1,2 回ですね、更新ができて地図自体がこう変わってはいってたんですけど、その後がもうサポートがなくなって更新ができてない状態なんですね。まあそれでもですね、今スマホもあるじゃないですか。だから正直こっちのカーナビ使うことってそんなないんですよね。もう普段使うのがラジオを聴いたりとか、こちらの USB の中に音楽のファイルが入ってるので、まあそれを再生して見てるぐらいなんですよ。なので特には気にはしてなかったんですね。今熊本は阿蘇ですね、地震があってから復興が続いてて道が変わったりとかいろいろしてきてるんですけど、まあさっきも言ったようにスマホがあるからですね、そんないらなかったんですよ。特に気にすることもなく使ってたんですけど、連日気温が高くてカーナビがバグってくるんですよ。エンジンかけるじゃないですか。そしたら時計とかの表示が出るんですけど、それが0時00分みたいな感じで表示されたりとか、動いてても再起動が始まったりとかして、 GPS がですねどうも調子が悪くて、まあ取り付けの問題じゃないかって言われると何とも言えない部分もあるんですけど、全然違う場所にいて GPS が受信してくれなくなってできたんですね。頻度が結構狭まってきたって言えばいいんですか、そんなしょっちゅう起きてなかったのが毎日のように起き始めたんで、今回ナビを買いました。エルちゃん、はい、こちらのアトと、読み方ちょっとはっきり分かんないですけど、こちらの中華製の Android ナビを買いました。値段はつけてるナビの半分ぐらいの値段で買えてて、もう結構出てから何年か経ってると思うんですけど、 YouTube でもいろんな方々が取り付けてみましたっていうので上げてるのを自分もよく見てるんですけど、こちらを今回はつけてみたいと思います。さあ、ナビを取り外しましたよ。ギボシ、これが半分ぐらいガッチガチになってたんでちょっと時間取ったんですけど、まあなんとか取れました。エルちゃん、今回ですね見てほしいのは、まあ、このカーナビの大きさですね。なんかこのイメージが俺はずっとあったんですね。大きいし重いし、これが今から出す Android ナビすごいっすよ。こちらの Android のカーナビです。大きさが今までのが7インチだったんですけど、今度のは9インチです。全然大きさが違うですね。その後ろ、ほらめっちゃ薄いこれだけしかない。そして軽いです。いやー、これがこんな感じでここに取り付くっていうことですよ。じゃあ今から取り付けします。エルちゃん、はい、今ここまで来ましたよ。配線がとりあえず全部つなげて、あ、これがなんかちょっと位置合わせするのに手間取っちゃいました。結局このモニターがこう外に出ちゃうんで合わせようと思ったんですけど、いい位置がもともとつけてたナビの部品使って今回のやつ組み合わせてるんですけど、なかなかそのネジ穴がいいところがなくて、Amazon で買う時もですね、レビューに穴を作り直しましたとか書いてある人もいたんで、と思ったんですけど、やっぱ作り直した方がもうちょっと血が決まったのかなと思います。とりあえずですね、モニターに取り付けるネジが12とこっち側に12ってあるんですけど、この部分をちょっと出しとかないといけなかったんで、思いっきりこんな感じで出てます。さあ、ということで今からこのモニター取り付けますよ。エルちゃん、はい、私のチャンネル最近ちょっと上がってないからあれですけど、まあまあ広告は流れますけど、画質はすごい悪いですね。ただまあ見れないわけじゃないし、あとドアのスピーカーから音が出てるんで、これはいいですね。まあこんな感じで結構使えるんじゃないかなと。ただですね、ラジオが未だにちょっと使えないんですよね。線はつないでるんですけど、なんででしょうね、ちょっと謎です。まあ、あとはですね USB も配線を今回のやつとつなぎ直したので十分これの再生もできます。まあ、あとは使ってみないとですね、いろいろどうなのかも分かりません。Lちゃん、車のライトをつけたんですけど、なんとなくこの辺りが光り出したかなと。あ、ですね、なんか画面がちょっと暗くなって、ね、この辺りが光ってるかなって感じですね。さあ、それでは今回はここまでです。次回もまた見てください。俺にかかってこい。